ドラゴンクエスト8ラスボスラプソン。まあこの形状はね一応ラプソンなんだけども、8ではねラプソンだけど、なんか他の作品、これ以降に出た作品ではなんかプチソーンとかそういう感じにされてるよね。うん、さあしばり実況長らくやってきましたが、今日で終わらせましょう。待ちかねたぞ、幾度となく我が行く手を遮ろうとした愚かな者たちよ。我こそは暗黒人ラプソン、この身を取り戻すために思えば随分長い旅をしたものだ。旅の途中お互い幾度もの悲しみを味わったな。だが人間よ、今は共に喜び合おうではないか。この光の世界と闇の世界はたった今より一つの世界となり、新たなる神を迎えるのだ。新たなる神の名は暗黒神ラプソン。さあ我をあがめよ、身を読めなかった、読めなかった行きましょうか。まずはいつも通りね、いつもお世話になってるこのチーム呼びで様子を見ていきましょう。まずハイパーポンゲ、パワーを見せろ、お前たちのパワー、いいパワー、いいパワーだな。うん、凍える吹雪、メラゾーマ、2回行動、確実に2回行動。まあとあれだな、凍てつく波動は絶対やってくるだろうし、まあそう考えたとしてもやっぱフバーハは打っときたいよな。何痛恨の一撃、スクルトも必要かな。いやフバーハがあった方がいいよな、これは。いてぇ作るともう余裕でいるけどね。だからテンション貯めたりはちょっとする余裕はなさそうですね。当たらない、マジックバリアとかがねあればねなおよしなのだけれども、いてはここでしてくる。テンションはちょっとなしだな。テンションなし。よし行こう、作戦命令。まずはフバーハ、フバーハからのサミダレ、そしてスクルト、ヤンガスワ、死神の釜に、死神の釜で行くか、亀たち行くか、死神の釜で行く。しっかり固めていこう。イテハで消されたとしてもね、そのイテハの一ターンってのはねとても大切。よし61、ナズン100いかない。うわ痛えな痛えな。フバーハいるかな。フバーハとかよりどっちかというとバイキとかの方が大事なんじゃないかなと思うね、これね。まあ一枚掛けっていいよな、フバーハとかスクルトは一枚掛け。
で、ここからは攻撃で、ククールは回復。とりあえずベホマをうわどうしよう、マラ打っとくか、マラ打っとこう。死神の構え61だ。構えたちいくつ？吹雪、ふば走ってるからある程度は軽減できる。軽減してもこれだけ食らうからな。いてはオッケーオッケー。とりあえず、マラ打ってるから回復できるでしょ。でバイキルトで、遅くなってかけた後がけだからってなると、ピオリムとかはあんまりしない方が効果的なのかな。回復のね、順番がちょっと後手に回るってのがね、怖いけど、そっちの方が有効で、フバハかけておいて、サミダレ、かまいたち何歩食らったか見てなかった。マラー、もう一回かまいたち、あっ、スクルト、オッケーオッケーオッケー。痛恨、死ぬんじゃないか。うーギリ、かまいたちの方がいいね。100いってるね。オッケー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 。フバフ打ちました。メラゾーマにしようか。メラゾーマサミダレベホマカマイキチ、113、イテハですね、はい、スクルトなしでもいいかも。バカでよかった。 AI がバカだった。ほい、いいねいいねいいね。今んところ大丈夫。うん、そこまでのピンチはまだない。痛恨でね、急に大ダメージ食らうことはあるけども、それ以外は非常に今いい感じです。特技、サミダレスクルト打っとく。スクルト必要ない気がするよな。けど今、回復しなきゃいけないメンツおる。あー、2人か。ベホマを、エテにかけておこう。いや、ここなんか守りに転じたら勝てない気がするな。ここ攻めたいな。テンションのマイナスは存在しないから、ここはちょっと攻めに転じたいところではある。スクルトあんま意味なさそうだし、バギークロスいっとくか。いくら食らうかな。かまいち、オーケーオーケー。バカだねこいつ。あー、これエテにベホマ打ってても正解でしたね。ただ打たなかったことにより78与える。果たしてこれは正解だったのかどうか。よし、フバハかけた、フバハかけたからメラゾーマにして、呪文、自分回復する、いや攻撃、ククールに回復させる。ベホマで特技、かまいたち、エテにはやめろ。まあ死んだ。
作るといるか、やっぱり。まあとりあえずザボリクかける。ザボリクかける、だからメラゾーマ呪文、ザボリク呪文、カメチ、やめて、やめて、あぶねー、あぶねー。なあ、そのザオラルザオリクソースをなくされるところだった、今。あぶねー。ねえ、フバーハ回復デホマ、ここ重要、スクルト、かまいたち頼む、こっち先動いて。いや、スピード負けてるんだよ。あ、ナイス、ナイスすぎる。完璧だ。マヌースタになってしまいましたので、メラゾーマ呪文で攻めるしかなくなってくるような。そうなるとちょっと一回濁すか、一回お茶を濁そう、ちょっと一回盛りハゲに行ってもらおう。いいよいいよ、聞かぬわ聞かぬわ。よし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 、やっぱちょっと火力がね、そのハルクが強すぎるから、キラーマシンがちょっとちっちゃく見えちゃうけども、十分な火力出してるよ。100は出してるからね。痛恨、うぅ、耐えろー耐えろー。氷の国出身だからね、ロビンとキラーマは。おいしょー、もう一旦ある？もう一旦ある？あー、これはきつい。ハルク天才か、お前は。お前は天才なのか？いや、いいね。うん。そのマヌルサかかってる状態でのこの必殺トリプルソード、これは美味しい。あー、死んだか。キラーマシン一匹死亡。まあ一矢報いたね。オッケーオッケー、最終ターンまでしっかりね生き抜いた、それが大事。さあここからどうしようかな。メラゾーマ、サミダレ一戦疾風はまあ当たらないだろうな。ここはマヌーサが下手にね攻撃特技して外したら本当に一旦もったいないんで、スクルトかけて、うわ、ヤンガスすることねえなー、やヤンガスすることね、ここは貯めた方がいいんじゃないかな、逆にね。このマヌーサを有効活用しよう、貯めよう。フバハかかってるよね、か
かってるよね。うん、はい。ちぬ。そろそろじゃないか。あんま効かないんだよな、ゴンは。ゴンあんま効かない。よし、パワーを貯めろ。おお、取れてる。マヌーサ、ククルデアンス取れてる。1ためで放つか。もう1回マラー打つとして、ベギラゴン、呪文、マラー。いや、お前のパワーまだいけるよな。ヤンガス今 20%。 ヤンガス 20%。 痛い。なになに、眠り、ためろ、ためるんだ。やばくね、回復が。ちょ、ククル寝とるし、後ろのなんか背景おにぎりみたいなのある。ラプソンの頭の上になんかおにぎりみたいなのがある。じゃなくてさ、やばいぞ、寝てる。ここは一回ベフォーまで自分回復。いやー、これちょっとまずいぞ。ためろ、起きてね。そろそろ起きて、すぐ起きて。これちょっとまずくないか。やばいぞ、寝てる。頼むぞ。あ、ヤンガスやめて。黙れ！耐えれるか。溜まったとしても次のターン先に攻撃されたら意味がないから、ここは力を解放しよう。死ぬなよ。さあ、どうしたもんかね。これ一旦レベル上げに行った方がいいかもしれないな。40ぐらいまでは上げようか。40ぐらい。袋にさ、何か、まあ、魔法の聖水はちょっと渡しておこうか。まあ全員1個ずつ持たしてるんだけど、とりあえずヤンガスに渡しておこう。一旦ここは負けを認めよう。負けを認めた上でね、今できることやろう。まあ、第一にまずレベルを上げること、そして第二にその武器をね、武器を回収すること、モンスタードロップ品をね回収すること。あー、けどまあ第二が先かな。ちょっと斧をねドロップするモンスター、っていうのを倒してから
メタルを借りに行った方が効率が良いかもしれない。うん、良いね。そして、第3に、カジノを利用する。第4はモンスターを、新たな強力な仲間を連れてくる。できることはもうあとそれぐらいかな。うん、あとはチャゴスに一回声かけてみる。却下だね、それはね。却下。はい、ということでちょっとどれからするか、検討して次また動画撮り始めようと思います。はい、1回戦目はタイラプソン敗北しました。はい、では、ご視聴ありがとうございました。